搬送空間無視のシリーズとして今回は搬送空間無視に対する治療戦略について解説したいと思います。 まあ、反則空間無視に対する、まあ、治療戦略なんですが、戦略という場合は、まあ、大きな流れを指します。大きな流れを把握する前に、反則空間無視に対する治療の難しさについて、まあ、少し解説したいと思います。まあ、臨床上、反則空間無視が単独で現れることは少なく、注意障害や抗生障害、病識の低下などの右半球症状を伴うことが多いと。でまあ、これらの右半球症状の共存が、反則空間無視そのものへの アプローチを困難にしているといった現状があります、まあ、そして搬送空間無視の重症度は損傷体積に比例するといった報告があり右大脳半球の広範な改善の必要性を示唆しています治療の観点から見た場合従来の搬送空間無視のアプローチだけでは不十分でありその他の改善も必要なことを示唆しています、まあ、近年全般的認知機能を改善させるような訓練の重要性が言われるようになってきています で、まあこちらが、搬送空間無視の、まあ、治療戦略になります。まあ、こちらが、まあ搬送空間無視の重症度、まあ、重度、中等度、軽度の流れになります。で、搬送空間無視の症状が重度の場合は、一般的に身体機能訓練と ADL 訓練の比重が重いと。 まあ、こちらを中心にアプローチしていくことになります。で、まあ、症状が軽くなるにつれて、身体機能訓練や ADL 訓練の比重が少なくなり、次に視覚操作訓練の比重が高くなってきます。まあ、要するに、まあ、動作訓練等の比重が少なくなり、より機能の改善に特化した訓練が、比重が重くなると。まあ、症状が軽ければ比較的動作はできますので、より機能に特化したアプローチをしていくというような流れになります。 あとは、どの重症度の時期であっても、まあ、この気づきと代償手段の獲得は、まあ、常に考えて取り組んでいるということになります。でまあ、この身体機能訓練とは具体的に眼球運動や軽、まあ、部体幹の回線運動、まあ、リーチ動作、材や立位バランスなどがあります。 でまあ、視覚操作訓練とは模写や迷路塗り絵、まあ、ペグなどが挙げられますで、まあ、治療戦略を考える上で、まあ、理解しておくこととしては搬送空間無視の治療について考慮するときまず対象とするのは搬送空間無視という症状であるのかそれを伴った症例なのかというところの視点が大事となります、まあ、どういったことかと言いますと搬送空間無視の、まあ、症状を治療対象とするときには搬送空間無視という現象その のものに対応する。 まあ、いわゆるインペアメント。まあ、機能の治療が中心になります。で肩や搬送空間無視の症例を対象とする場合には、日常生活活動の障害を含めての対応となるために、ディスアビリティ、まあ、能力に対する治療が中心になります。まあ、このように、まあ、症状と症例で、まあ、それぞれ対象とする機能と能力が変わってくると。まあ、ここで大事になってくるのは、まあ、どちらかをすれば良いというわけではなく、今現在自分がしているのが、まあ、症状に対して、 対して行なっているのか、症例に対して行っているのか、っていうのを理解しながら取り組むことが大事であるといったことになります。でまあ、こちらがまあ、前回もご紹介しているまあ、分類に対する治療アプローチの一覧になります。まあ、それぞれの障害に対して治療アプローチを適切に選んでいくと。 今回は搬送空間無視に対する治療戦略について解説しました。次回は搬送空間無視に対する治療戦術について解説したいと思います。はい。今回は以上になります。